みなさん、こんにちは。しょちゃん、みちゃん、せちゃん、エサーレッサヨンチャンネル。今日はりっちゃんが修学旅行から帰ってきたので、お土産を紹介したいと思います。長崎、福岡、熊本に行きました。ちなみに千と千尋の神隠しは見れる予定だったんだけど、公演中止になったので別なのを見ました。ではまず1個目、草屋。じゃあこれは自宅に届けてもらいました。どうぞ。全部出せばいいの？うん、はい、あげる。紙。あらま、りっちゃん、テテの紙ゴム外すか。ビローンってなってる。見せて。今度はさ、なんか今度はさ、自分で包むモナカとオランダケーキも気になるよね。出して。どこ出せばいい？どこでもいいよ。やばいわ。じゃあまずこれ、うん、ちっちゃいキューブ。そう、キューブカステラは、これはりっちゃんが弓道部の仲のいい先輩たちに配るようです。で、でこい、学年の員がピコピコしてた、ね、はい、じゃあ行けなかった子たちがいるからね。重い。カステラって軽いんじゃなかったっけ？ちなみに学校で注文するカステラは別なとこだったんだけど、箱上にあげて。カステラ食べるんだったらやっぱりこの多分上下が逆かな、黄色い方、字が逆になってる。さあさあさあ、もっと、もう一周。ああ、いろんなとこで見れるのね、うん、そう、カステラ食べるんだったら福沢屋がいいよねって言って、で修学旅行お小遣いが1万円しかないので、お土産まで買ってたら何も買えなくなっちゃうね。なので今回は先にネット注文しました。食べるんだったら福沢屋が良かったんだよね。なので、では大きい方開けようか。修学旅行に行くのにね、ママの兄弟からお小遣いもらったので、それのお返しとお家で食べるカステラを買いました。いいよ、バリッと開けて。楽しみだね。ね、初めて。ママはね、中学校の修学旅行の時、なんか先輩たちに黄色い紙で包まれたカステラって言われて買った覚えがある。ただ大浦天主堂のとこの近くは売ってなかったんだよね。売ってなかったでしょ。何が？その黄色いカステラ。あ、買う暇がなかったのか。うん、そうだね。今回は長崎の後福岡だったので、千と千尋の神隠しの舞台見るためにお土産買う時間がなかったから、みんなも事前注文してたね。うん、いいよ、バリッと開けて。え、いいの？うん、ちょっと待って、ね、ライトが、ライトを触れた。本当にバリッていっちゃった。ちょっと待ってね、りーちゃん。けど何か買っていない。いいよ。お友達が猫ちゃん描いたんでしょ。色がカステラだね。もう破きいいの？うん、はいよ。その紙は何？ん？何？これ、その紙は何？あ、それ違うやつだね。机の上に載ってる紙別だった。その英語表記とかいうのが何個かも。宿題かな。え、すごい。ひっくり返ってる？あ、重い。何キロあるんだろう。え、何本入り？5本かな。縦長のね。うん。すごっ。え、ハサミは？手でいいよ。あいちゃん。うお。すごっ。入ってる。ミシミシ。明日渡すね。一つ開ける？うん、1つ開ける。5入り。カットされてんのかな？自分で切るのかな？カットされてんじゃない？されてるかな？あれ？29日までに食べて、だって。マジ？うん。短いんだね。短い？ 1 週間ぐらい？わあ、これぞ。そうそう、このカステラですよ。
すげえ。開けていいの？開けて、ハサミで開ければ、横に。そう？うん。りっちゃんがね、帰ってきてから撮影ママがしなくて待って待ってって言ったらさ、カステラカステラカステラ食べれなかった？え？食べれなかった？どこ？長崎で。うん。食べれなかったの？その。全部出すん、あ、そこ全部出さないと。ガイドしたら終わりだった。そうなんだ。なんだっけ、ゆくさガイド？何？サルクガイド。サルクガイド。なんか手技？見せて。手技？何？手技見えない。手技、福沢屋の手技、手技。いいの？うん、いいよ。え？カットされてない？どうなってない？おー、あ、カットされてる。え？カシュテだー。これは本物カステラか。では、牛乳を準備します。手だけで。手前に倒したら、あ、では刺して。わで手前に倒せる。あ、そう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 。できた。すごい。プロプロだね。どうぞ。紙外してね。わお。りっちゃんカステラ大好きなんだもんね。ね、いつもさ太陽とか行ってさ、いろいろスーパー行ったら買ったりするもんね。どう。やば。美味しい。よかったね。なんか変なとこ行っちゃった。食べるママ、後で食べるよ。今日は手で握って撮影してやったから。美味しい？美味しい。めっちゃザクザク。このザラメザクザクが美味しいんだよね。ライトが倒れる。あれ、ここ食べてよかった？全然いいよ。美味しい？めっちゃ柔らかい。よかったね。どう？いつも食べるカステラと全然違う？なんか味が濃い。うんうんうん。お姉ちゃんがくしゃみしてる。わ。美味しいね。多分あれじゃない？みんなが学校で買ったカステラより多分美味しいよね、ここはね。うん、カステラ長崎有名って調べたら福沢屋が必ず出てくるもんね。うん、だから先輩たちのお土産もちっちゃいの買ったんだよね。開けてみる。開けてみる。うん、香ばしそうだね。食べてからね。うん。お姉ちゃんにはあれも買ったんだもんね、太宰府でね。梅貝餅食べれたらよかったけど禁止だったんだね。うん。ん？待って。梅貝餅ダメだったんでしょ？うん。そう、別のとこ買いもするから。うん。お小遣い使ってダメだった。100、1個100円とかなのにね。オッケー。何か閉めようかな。うん、閉めて。これをどうしようかな。じゃん。お腹痛くなる。ついちゃった。うん、ここにオンラインのやつが。そう、ママもこれオンラインで買ったもんね。ぜひ皆さんもオンラインで。よいしょ、一回さよなら。はい。じゃあ一回こっちの、うん、先輩たちに、仲良しの先輩たちにあげるやつね。こっちにビリって言っていいの？うん、包まれてるよね。包まれてる。ああ、なれ、包まれてない？包まれてる。うん、なれよかった。包まれてるのがすごい、びっくりした。綺麗。ただの箱だったらどうしようかと思った。え、でもね、ただの箱でしょ。え、その中身は包まれてる？多分。うん、え、だってキューブカステラじゃないの？キューブカステラだけどちゃんと副作用の箱に入ってるかな。あ、よかった。あ、入ってる。え、あ、いい感じ。これ1個ずつ配れるね。え、キューブカステラかわいいね。1個出してみて。うん。おお。あれが入ってたよね、袋が入ってたでしょ。うん、箱に袋が入ってた。な、大きいよ。そうそう、それに全部入れて持ってって、うん、先輩たちにどうぞってするんだよ。あ、そういうことね。うん、部活の先輩に仲良しの人にあげるんでしょ、うん、お姉ちゃんお家で食べるからね。かわいい。2切れ入ってるのかな。あ、そういうこと。うんうん、立てる。お土産用にはちょうどいいね。めっちゃ綺麗。なので部活の時にでも渡してください。
今回はお土産の一部の先にお家に届いていた福沢屋さんのカステラを紹介しました。どうだった？美味しかった。美味しかった。お腹が鳴っちゃったこの後ママも食べたいと思います。皆さんもぜひ食べてみてください。バイバイ。グッドボタンもよろしくね。バイバイ。バイバイ。